はい、タオリイカのこのゲソの部分です。タコは足が8本、イカは10本というふうに割ってます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で10本あります。で、これとこれがこの触腕ですね。獲物を捕まえるときに使うものです。で、2番目にこの太いやつですね。で、これが泳ぐときとかにこの方向とかを決めるようなやつです。で、この短いの2本は多分、この、なんていうんですかね、魚のこの距離を測ったりとかするようなものだと思います。で、あと短いのはちょっと確かね、生殖器だったような感じがします。